こんにちは、のりこです。今日はメンテナンスヨガのレッスンをしたいと思います。ゆったりとしっかり動いて、またセルフマッサージも取り入れて、日頃の疲れを取っていただきたいと思います。またゴールデンウィーク前で仕事が忙しくバタバタしていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、一緒に疲れを取っていきましょう。それでは早速始めていきます。それではおへそを中心にして、体の中心線にかかとを前後に並べます。内くるぶしが上に向くようにして、どちらの足が前でも構いません。ではかかとを一つ体に引き寄せます。上体を前に倒して、お尻のお肉を外に出します。左右のお尻を均等に床につけて、そのままゆっくりと骨盤を立てます。それでは両手を胸の前で合掌します。息を吸いながらゆっくり両手を天井に向かって伸ばします。目線は親指を追っていきます。息を吸い切ったら肘を伸ばして、一瞬息を止めます。吐きながら両手を胸の中心までゆっくり下ろします。目線は引き続き親指を追っていきます。親指が胸の中心に当たったら、全部息を吐き切って、一瞬息を止めます。ではもう一度息を吸いながらゆっくり両手を天井に向かって伸ばします。息を吸い切ったら肘を伸ばして、一瞬息を止めます。吐きながら両手を胸の中心までゆっくりと下ろします。親指が胸の中心に当たったら、全部息を吐き切って、一瞬息を止めます。それでは両手を鎖骨の下に、手のひらを当てます。少し皮膚を下に下げるように、手で下に押していきます。喉の筋肉を伸ばします。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりそのまま頭を後ろに倒して、喉を伸ばしていきましょう。息を吸いながらゆっくりとお顔を正面に戻します。では続いて首の後ろを伸ばします。両手を組んで頭の後ろに持っていきましょう。息を吸って、一度肘を横に開いて、吐きながらゆっくり頭を前に倒して、肘を下に向けます。腕の重みをうまく利用して、首の後ろを長く保ちます。息を吸いながらゆっくりとお顔を正面、吐きながら両手を下ろします。では首と肩のストレッチです。左手を右の耳の上のあたりに乗せます。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくり頭を真横を左に倒します。首横を心地よく伸ばしていきましょう。その状態のまま右手を斜め外に伸ばします。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと右手を心地よいところまで後ろに引いて、肩を伸ばしていきましょう。それでは息を吐きながら右手を下ろして、吸いながら頭を起こして、吐いて左手を下ろします。では反対です。右手を左の耳の上のあたりに乗せます。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくり頭を真横右に倒します。その状態のまま左手を少し持ち上げます。次の吐く息で心地よいところまで左手を後ろに引きます。
肩が伸びたところでキープです。では息を吐きながら左手を下ろして、吸いながら頭を起こして吐いて右手を下ろします。では次の吸い息で右手を天井に伸ばして、吐きながらゆっくり体を左に傾けます。お顔は首がきつくないところに楽に向けておきます。斜め上でも正面でも床でも構いません。右のお尻がマットから離れないように、お尻を安定させたまま腰から体側を伸ばして、肩はリラックスです。では次の吸い息でゆっくり上体を起こして、吐いて右手を下ろします。では反対です。吸いながら左手を天井に伸ばして、吐きながらゆっくり体を右に傾けます。お顔は首がきつくないところに楽に向けておきます。左の尻で床を押しながら体側を伸ばして、肩はリラックスです。それでは息を吸いながらゆっくり上体を起こして、吐いて左手を下ろします。それでは両手を体の前について、一度お尻を突き直します。息を吸って尾骨から背骨まっすぐ、胸を開いて一度前に伸びます。吐きながら手を前にゆっくり歩かせて、額が床につきそうであればそのまま下ろします。額を床につけなくてもお尻を下げて、肩と指先を遠くに伸ばして、腰とお尻のストレッチです。息を吸いながら手を手前手前に引き寄せて、頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。起き上がってきたら四つん這いになります。肩の真下に手首が来るようにして、足の幅は骨盤幅程度です。足の甲は床につけておきます。ではまず胸と脇を心地よく伸ばします。鼻から息を吸って、吐きながらお尻の位置は動かさず、手だけ前に歩かせて、おでこまたは顎と胸を下ろします。こちらでは大丈夫です。肩甲骨と肩甲骨の間を真ん中に寄せて、胸と脇をしっかりと横に開いていきます。深い呼吸を繰り返します。それでは息を吸いながら手をゆっくり手前に引き寄せて、四つん這いに戻ります。では続いて肩のストレッチです。次の吸い息で右手だけ天井に伸ばして、体を右に開いて、目線は右手の指先を見ます。まず胸と脇を気持ちよく開いていきましょう。では次の吐く息でゆっくりと右手を下ろしながら、手のひらを上に向けて、そのまま左手首の下を通します。右肩とこめかみを床につけて、お尻の位置はそのまま高い位置をキープです。では次の吸い息で左手を天井に長く伸ばして、吐きながら手のひらを後ろに向けて、そのまま背中の後ろに下ろしておきます。手の甲を背中に当てるか、右太もも付け根のあたりに触れておきましょう。上半身の体重をすべて右肩に乗せて、右肩を心地よくほぐしていきます。
の吸気で左手を天井に一度伸ばして、吐きながらお顔の前に手のひらをつけます。息を吸いながら手のひらでマットをして四つん這いに戻ります。それでは反対です。息を吸いながら左手を天井に伸ばして、目線は左手の指先です。それでは息を吐きながらゆっくりと左手を下ろして、右手首の下を通します。左肩とこめかみを床につけて、お尻の位置はそのまま高い位置をキープです。次の吸い気で右手を天井に長く伸ばして、吐きながら手のひらを後ろに向けて、そのまま背中の後ろに下ろします。手の甲を背中に当てるか、左太もも付け根のあたりに触れておきましょう。上半身をリラックスして、左肩をしっかりとストレッチ伸ばしていきます。それでは次の吸い気で右手を天井に伸ばして、吐きながら手のひらをお顔の横につけます。息を吸いながら手のひらでマットをして、ゆっくりと四つん這いに戻ります。では続いてお尻と腰のストレッチです。右足を後ろから左足にクロスして、左足の外側に右のお膝を置きます。それでは鼻から息を吸って、吐きながらお尻を両足の間に下ろすようにゆっくりと下げていきます。手のひらで優しく体を支えて、心地よいところまでしっかりとお尻を下げていきましょう。お尻や腰が伸びるだけでなく、足やふくらはぎが圧迫されて、下半身のむくみを解消していきます。それでは息を吸いながらゆっくりとお尻を持ち上げて、元の位置に戻して右足も戻します。それでは反対です。左の膝を後ろからクロスして、右のお膝の外側に置きます。鼻から息を吸って、吐きながら両足の間にお尻を下ろしていきます。心地よいところで動きを止めます。手のひらで優しく体を支えます。それでは息を吸いながらゆっくりとお尻を持ち上げて元の位置に戻します。左足を戻して四つん這いです。四つん這いに戻ったら鼻から息を吸って、吐きながらお尻をかかとに重く下ろします。手を前に伸ばして額をつけて、チャイルドポーズでお休みです。両手のひらの力をふわーっと抜いて、背中腰をしっかりと緩めます。それではお顔の真横に手のひらをつけます。息を吸いながら手のひらでマットをして、ゆっくりと頭が最後になるように上体を起こします。起き上がってきたらマットの前の方に立ちます。足の親指と親指をくっつけて、内くるぶしの間はゴルフボールが1つ入るくらいのスペースを空けておきます。
骨盤を立てて胸と肩はリラックスです。では今日は2回ほど太陽礼拝を行います。息を吸いながら両手を大きく広げて頭の上で合掌です。息を吸い切って吐きながら手のひらを正面に向けて骨盤を傾けるようにゆったりと前屈をします。お膝を曲げても大丈夫です。では次の吸い気でお膝の裏を伸ばして上体を持ち上げて斜め前の床を見ます。吐きながらお膝を曲げて足の外側に手のひらをしっかりとつけます。息を吸いながら片足ずつ後ろに引いてプランク板のポーズです。つま先を立ててかかとは軽く後ろに引いておきましょう。次の吐く息でお膝、足の甲を床につけて肘を後ろに引きながら両手の間に胸を下ろしていきます。脇を締めたまま息を吸って手のひらでマットをしてゆっくり上体を持ち上げます。お顔は正面または斜め上を見上げて腰を心地よく反らします。次の吐く息で目線を下ろして吸いながらつま先を立てて手のひらでマットをしてゆっくりお尻を持ち上げてダウンドッグ下向きの犬のポーズです。お膝は曲げても大丈夫です。かかとは床から浮いたままでも大丈夫です。もしかかとを床につけれそうでしたらゆっくりとかかとを床に近づけていきます。手のひらでしっかりとマットをしてその力を背骨からおへその下お尻へと伝えていきましょう。目線は両足の間かつま先を見ます。それでは次の吸い気でお顔を上げて両手の間を見ます。両手の間までゆっくりと歩いて戻ります。両足が揃ったら息を吸いながらお膝の裏を伸ばして上体を持ち上げて斜め前の床を見ます。吐きながら心地よいところまで前屈です。お膝緩めても大丈夫です。では息を吸いながら両手を大きく広げて上体を起こします。頭の上で合掌です。息を吐きながら両手を胸の中心に下ろして親指を胸の中心に押し当てます。呼吸を整えます。では両手を体側に合わします。ではあと1回だけ同じ太陽礼拝を行います。息を吸いながら両手を大きく広げて頭の上で合掌です。息を吸い切って吐きながら手のひらを正面に向けてダイブをするようにゆったりと前屈をします。お膝曲げても大丈夫です。息を吸いながらお膝の裏を伸ばして上体を半分持ち上げて斜め前の床を見ます。吐きながらお膝を曲げて足の外側にしっかりと手のひらをつけます。息を吸いながら片足ずつ後ろに引いてプランク板のポーズです。つま先を立てておきましょう。次の吐く息でお膝、足の甲を床につけて肘を後ろに引きながら両手の間に胸を下ろしていきます。脇を締めたまま次の吸い気で手のひらで床をしてゆっくりと上半身を持ち上げて腰を反らします。目線は正面または斜め上を見上げます。次の吐く息で目線を下ろして吸いながら両足のつま先を立てて手のひらでマットをしてゆっくりお尻を持ち上げます。お膝は曲げてもかかとが浮いていても大丈夫です。大丈夫そうでしたらかかとをしっかりとマットに下ろして手のひら全体でしっかりとマットを押します。
回呼吸を繰り返します。次の吸い気でゆっくりお顔を上げて両手の間を見ます。両手の間まで歩いて戻ります。両足が揃ったら息を吸ってお膝の裏を伸ばして上体を半分持ち上げて斜め前の床を見ます。次の吐く息で心地よいところまでゆっくり前屈です。息を吸いながら両手を大きく広げて上体を起こします。そのまま頭の上で合掌です。吐きながら両手を胸の中心に下ろして親指を胸の中心に押し当てて呼吸を整えます。それでは続いてマットに座ります。ではまた座った状態でほぐしていきたいと思います。はじめと同じかかとを体の中心に揃える座り方で座ります。ではまず足の裏のマッサージから行います。右足を体から遠い方に置いて、両方の親指を使って足の裏を心地よいところをしっかりと刺激しながらマッサージをしていきます。どのような方法でもどのような場所でも構いませんので、痛気持ちいいと思えるところをしっかりとほぐしていきます。足を入れ替えます。右足を体に引き寄せて、左足を体から離れた方に突き直します。また親指を使ってマッサージをします。土踏まずのあたりとかも気持ちいいです。では右のお膝だけ立てて、左のかかとは体に引き寄せておきます。では右足のすねの前で手をクロスして、外側から足の裏をつかみます。息を吸ってかかとを持ち上げて、吐きながら心地よいところまで右のお膝の裏を伸ばします。膝緩めても大丈夫です。心地よいところまで伸ばしたらそのままキープです。深い呼吸を繰り返します。それでは息を吐きながらお膝を緩めて、そのまま指をお膝の裏に入れていきます。お膝の裏のリンパを刺激します。では足を縦に揺らして、指先がお膝の裏を刺激してくれます。右足を前に伸ばします。左の足の裏は右足の太ももの内側に当てて、
右のお尻の肉を外に出して骨盤を立てます。つま先は天井に向けておきます。では両手を右足の外側につけます。鼻から息を吸って吐きながら心地よいところまで上体を倒します。右の足の裏側心地よく伸びたところでキープです。上半身の力を抜いてリラックス。深い呼吸を繰り返します。息を吸いながら手を手前手前に引き寄せてゆっくりと上体を起こします。それでは反対の足で同じ動作を行います。右足を体に引き寄せて左のお膝を立てます。左のすねの前で両手をクロスして外側から足の裏をつかみます。吸いながら一度かかとを持ち上げて、吐きながら気持ちの良いところまでお膝の裏を伸ばします。緩めても大丈夫です。心地よいところまで伸ばしたらそのまま深い呼吸とトップにキープです。それではゆっくりと動きを止めます。そのまま左足を伸ばして右の足の裏を太ももの内側に当てます。左のお尻のお肉を外に出して骨盤を立ててつま先は天井です。左足の外側に手のひらをつけます。鼻から息を吸って吐きながら心地よいところまでゆっくりと上体を倒します。気持ちの良いところで動きを止めて深い呼吸とともにキープです。息を吸いながら手を手前手前に引き寄せて頭が最後になるように上体を起こします。それでは左足も体に引き寄せます。では少しセルフマッサージを行います。では目の疲れを取るために眉毛の周りをマッサージします。親指と他の指で眉毛を手に挟み込みます。でそのまま眉頭から眉尻までつまみながら眉毛の周りをマッサージしていきましょう。眉尻まで来たらまた眉頭に戻ってマッサージをします。周りの血行が良くなって目の疲れが取れやすくなります。指をこめかみに当てます。軽くプッシュして刺激をしていきましょう。
と手の力を抜いて下ろします。では続いてデコルテ部分のマッサージです。ちょうど鎖骨の下をマッサージしていきます。では軽くグーを作ります。それではグーを押し当てながらマッサージ、円を描きながらマッサージをしていきます。鎖骨下でしたらどこでも構いませんので、ゆっくりと鎖骨下から胸の上のあたりをマッサージしていきましょう。脇の近くも気持ちいいです。ではゆっくりと動きを止めて両手を下ろします。息を吸いながら肩と耳も近づけます。次の吐く息でストーンと一気に脱力です。それでは呼吸を整えます。息を吸いながら両手を大きく広げて頭の上で合掌です。吐きながら両手を胸の中心に下ろします。親指を胸の中心に押し当ててゆっくり目を閉じます。少しこのまま呼吸を整えます。と目を開いてお顔を正面。それでは両手を下ろします。では続いて仰向けになります。仰向けになるときに今日は 右のお膝を曲げてかかとをお尻の横に出して右足を割り座にして仰向けになります。お膝を痛めている場合は足は伸ばしたままで大丈夫です。痛みがなければ右のお膝を曲げてかかとをお尻の外に出して右の太もも前面を心地よくストレッチ伸ばしていきます。ではさらに痛みがなければ左のお膝を立てて左足を外にパターンと倒します。左手は左の内股に優しく乗せておきましょう。では次の吸い気で右手を頭の上にバンザイ、長く伸ばします。吐きながら肩をリラックスして手の甲を床につけます。そのまま深い呼吸を繰り返します。息を吐きながら右手を体側に下ろします。ではゆっくりとポーズから抜けていきます。足を入れ替えます。一度起き上がって足を入れ替えても大丈夫です。右足を前に伸ばして今度は左の足だけ割り座にします。お膝を曲げてかかとをお尻の外側に出しておきます。左の太もも前面が心地よく伸びていきます。
は右のお膝を立てて、お膝を外にパタンと倒して、右手を右の内股に乗せます。息を吸いながら左手を頭の上に長く伸ばして、吐きながら肩はリラックス、手の甲を床につけて深い呼吸を繰り返します。次の吐く息でゆっくりと左手を下ろして、ポーズから抜けていきます。では両膝を立てた状態にして、そのまま太ももを体に引き寄せます。両手を肩の高さに伸ばして、手のひらは上です。ではねじりのポーズです。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと両膝を左にパタッと倒して、お顔を右手側に向けます。目を閉じて深い呼吸を繰り返します。右のお尻と上半身が心地よく伸びていきます。次の吸い息で両膝、お顔を真ん中に戻して反対です。吐きながら両膝を右にパタンと倒して、お顔を左に向けます。目を閉じて深い呼吸を繰り返します。では次の吸い息で両膝、お顔を真ん中に戻して、そのまま両手で大きく両膝を抱きかかえます。吐きながら太ももとお腹をぴったりくっつけて、バス向きのポーズです。太ももで下腹部を圧迫したまま腹式呼吸をして、腸のマッサージをしていきましょう。お通じを良くする効果のあるポーズです。その状態のまま、痛みがなければ左右にゴローンゴローンと揺れて、背中と腰を床でマッサージします。でゆっくりと動きを止めます。それでは息を吸いながら手の力を緩めて、そのまま両足伸ばして下ろします。足の幅は好きなだけ開いて、つま先は自然な状態で外側に向けておきます。両手も好きなところに伸ばして、手のひらは上です。ゆっくり目を閉じて、呼吸からも意識を離して、いつもの自然な呼吸に戻します。目の奥や口の中に緊張感が残っていれば、すべて解放します。それではお休みに入ります。
それでは本日のレッスンは以上です。ゆっくりでしたが立ちポーズもありましたので全身がしっかりとほぐれたかと思います。それでは良いゴールデンウィークをお過ごしください。また次回のレッスンでお会いしましょう。ありがとうございました。